ラプソディ作品 1SZ26BB36 はバルトークベーラーが作曲したピアノ曲。後年作曲者によってピアノと還元楽のための版も制作されている。カタログ番号として作品 1SZ26 また元となったカットなしのピアノ独奏版には BB36R ピアノと還元楽のための版には BB36 ビットが与えられている。 本作、ラプソディーは、バルトークが自身3度目となる作品目録の作成を決意した際の作品であるという意味でとりわけ重要である。この時から彼は新たな創作機へと入っていくことを決意し、ルーマニアやハンガリーの民謡の探索を自らの芸術家としてのキャリアの主軸として据えることになる。これは、バルトーク自身の作曲様式の展開、並びに、 芸術家としての関心に新たな方向性をもたらすことになる重要な仕事となった。本作は1904年に完成され、後にコダー・イゾルターンの妻となるシャーン・ドル・エンマイと検定された。楽曲の奏功は現存していない。ビル・トゥ・オー・ゾ・フーのピアノ処方に洗練されたテクスチャーと部分ごとの対比が見られることはフランツ・リストの方法論と関連付けられている。 拡大しつつあった中3階級に人気のジップシーの旋律が効果的に用いられている。5回にわたる遂行と修正を施し、バルトークは1905年にピアノと還元楽の番、また2台のピアノのための番を発表している。さらに1907年には同曲の4つ目の改訂版として曲の長さがほぼ半分へと短縮された版も制作している。 約20分、約12分間弦楽とピアノの番の楽器編成。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、タンブリン、シンバル、バスドラム、タムタム、弦5部。作品は単一学章性となっている。評論家からは、本作の緩い構成は2つの対照的な部分に、 分ける必要があると指摘されることが多いが、楽譜にそう明示されているわけではない。一部の評論家によると、バルトークは非常に洗練されて広い和音、そして長大活大規模に就職されたスケールと、アルペッチョによるリスト風の様式を用いているという。曲は14分を要する、アダージョモルトに開始し、ポコアレグレットと示された2つ目の部分へと移る。ごく静かに開始し、 音域の広いアルペッチョとは音で、基礎的に展開される。本校のフレーは、ピアノ独奏版を用いた。フレー1は、ピアノと還元楽のための版では、アダージョモルトの速度表示となっている。フレー1フレー2のおどけた調子の楽奏が現れ、ジップシー風の旋律を用いながら曲は、次第に速度を上げる。なお、ピアノと還元楽のための版では、フレー2の速度表示は、 ポコアレグレットとなっている。フレイニジプシー風の楽奏が発展して、クライマックスを迎えると、サンダンプで寄付されて、フレイ1が堂々と回帰し、最後は消えるように静かに幕を下ろす。バルトークが1905年にパリで開催されたアントン・ルビンシテイン、国際音楽コンクールの作曲部門へのエントリー作として、本作の提出を決意した際には、 公には全く認められることがなかった。評論家は本作が彼の後年の作品へ至る第一歩であったとみなしている。また作曲者が後年築き上げる作風はまだ希薄であるものの、本作が持つリスト風の性格も評論家から賞賛を受けている。ロバート・カミングスは次のように述べている。 このラプソディは巧みに作られているが、独創性には欠ける作品と評価されなければならない。また、曲の長さも正当であると言い切れない可能性がある。ありがとうございます。